はい、皆さんこんにちは。ではね、今回はやばい、夜になった。寝ますか。バトルをしに行きますよ、おじさんと一緒にね。はい、まあとりあえず寝ましょう。ちょっとね、夜に行動すると大変なことになりそうなので、朝方ね。よし、行くぞー。そう、ちなみに食料ね、なんかね、あのピリンちゃんがいろいろ作ってくれてるみたいで、目玉焼きゲットしました。お、またあった、いいね。おお、さ、乙女の部屋に何入ってんの。よし、行くよ。おお、もういいよ。ただただ大変だ。あ、そうそう、これはね、前回と同じですね。はい、ということで魔物を討伐しに行きます。はい、新たなメルキドを作るための大切な拠点。そうですね、破壊されるわけにはいきません。そう、棍棒とかね、傷薬はね、ちょっといろいろ準備をしておきました。行きましょう。はい、わー、ちゃんとさ、こういうバトル要素もあるっていうの楽しいですよね。竜王軍バトル、すべてモンスターを倒せ。どこにいる。あ、いた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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ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 、よいしょ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 、オッケー。ちょっと待って、中に一体入ってんだよね。あ、よいしょよいしょ、まあいいや、私は外を防衛しましょう。あ、ちょっと待って、装備がない。あった。さ、あのね、コメントで気づいたんですけど、私、あ、ちょっとちょっとちょっとちょ、死にそうだから、死にそうだから死にそうだから、傷薬傷薬、あれ、傷薬どこにあったっけ。ちょ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 、追っかけてこないで、追っかけてこないで、追っかけてこないで、傷薬あった。よし、 OK。 私さ、あのキメラ戦、あれバカですね。あの素で戦ってたんですね、アホだなって思って。よいしょ、ちょっと傷薬傷薬、よいしょ。あ、やった、倒したみたい。あ、よかった、ありがとうございました。ふふふ、もういいよ、よくやりました。魔物たちから拠点を守り抜きましたね。これで希望の旗もより大きく輝きを増し、この地を照らしてくれるはずです。しかし、まあ竜王の配下の魔物たちにこの町の場所を知られてしまいました。そうだね、魔物たちは人間が団結しかつての力を取り戻すことを恐れています。きっとこれからはこの町を潰そうと魔物たちが定期的に襲ってくる。おい、ちょっと待って、何としてでも魔物たちがこの町を守り抜き、いつかメルキドを支配する強大な魔物を倒すのです。そっか、この各地方にボスみたいなのがいそうですね。え、なんですって。そんなこと自分にできるかわからない、役割とか責務とかやっぱりよくわからないですって。そうだよ、背負うものがちょっと多すぎやねん。物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり魔物と戦ったりはしたくないと。魔物とは戦いたくないね。物作りは好きですけど、今はまだそうかもしれません。しかし、あなたは人との出会いの中で気がつくでしょう。特別な力を持つ者には果たすべき役割があることを。あー、ちょっと喉の調子がねおかしいんですよね。ムーン、どうやらこの地での私の役割は終わった。セイレンさん、なんで。ここから仲間たちと協力して、あなたが望む町を作り、メルキドの町を復活させてください。新しい地で再び会える日を楽しみにしています。ずっと一緒にいてくれるんじゃなかったんだ。すべては精霊の導きのままに。青の石板を手に入れた。なんだろう、青の石板。わあ、なんかさ、町に結界みたいなの張れないかしら。やった、お疲れ様、おっさん。うん、よくぞ魔物たちを撃退した。これでこそお主だ。それでこそビルダーだ。しかし、魔物たちにこの町の存在が知られてしまったようだ。またいつ魔物が攻めてくるかわからん。町を守る方法を考えねばならぬぞ。それはそうと、お主、あの戦いで不思議な石板を手に入れたであろう。うん、手に入れました。実はメルキドロクで見た記憶があってな、改めて調べてみたのだが、どうやらあの石板を使えば旅の扉なるものが作れるようなのだ。なんでも旅の扉を地面に置けば、自分が必要とするものがある場所に光の扉が開くのだそうだ。おお、なんでそう。もういいよ、ビルダーであるお主なら旅の扉を作れるはずだ。
どうだ、作り方思いつかんか。もしも思いついたらそれを形にしてみるといい。考え中。お、思いつきました。旅の扉、青、未知の世界への入り口となる旅の扉、奥と対応している旅の扉にワープ。おお、いいね、作ったよ。あれ、なんか、あれあれ、ニューカマーがおるよ。ニューカマーが、ちょっと待って、いや、ちょっとニューカマーに話しかける前に旅の扉を作ろう。あ、作れる。トントントン、よし、旅の扉青1個作りました。やった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、ああ、おさん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 、はい、話そう。おお、ムーン、ついに旅の扉ができたのだな。これで新たな土地とこの拠点を行き来することができるようになるだろう。新しい地には新しい素材がある。新しい素材があれば新しいものが作れるぞ。さあ、旅の扉を地面に置き、新しい地へと旅立つのだ。ムーン、実はな、お主の力を強め町を発展させるために我が輩から一つ頼みたいことがある。な、何ですか。旅の扉が開いた旅立つ前に必ず我が輩に声をかけてくれ。おお、なんだろう。ボロキレ、はい。ピリンちゃん、お怪我はなかった？いいえいいえ、すごく怖かったけど、あ、よかったよかった。ところでもう町に来て新しい人と話してみた。うんうん、まだ。あの人も一緒にここに住んで町づくりに協力してくれたらいいんだけどな。よし、じゃあちょっと、まずは石器板、旅の扉か、置きましょうか。どこに置こう。どうせならここの、ここにでも置きますか、隣ね。よし、旅の扉が開いた。これすごいですね、すごいボリュームじゃないですか、体験版なのに。よし、じゃあ話しましょう。こんにちは。遠くに見えた光を目指して来てみたらこんな場所があるなんてな。お前は誰だ、こんなところで何やってんだ。どういう人だろう。おお、若い人だ。若いお兄ちゃん、若いお兄ちゃんで、近い近い。なんだって、ここに町を作ってるだって。へえ、ずいぶんくだらねえことしてんだな。人間が協力し合って暮らすだなんて。この世界で自分が生きるのが精一杯、他人のことなんか構っちゃいられねえはずだ。とはいえ、歩きすぎて疲れちまった。少しの間俺もここにいさせてもらおうとするぜ。あ、ロッシさんね。俺はロッシ。まあ長居する気はねえがよろしくな。ふっ、ちょっと変えてやるわ、こいつを変えてやるわ。ロッシさん、まあ自由にベッドあるんで使ってくださいな。うん、あ、本当？あら、そうなの。俺が、俺は誰かと群れるってのが苦手なんでな。あー、一匹狼タイプですか。よし、じゃあ行きますかね、新しい世界。おお、旅の扉開いたのだな。素晴らしい、なんと神秘的な輝きだ。扉の光は今お主が求めるものを得られる場所につながるという。まあお主には 旅の扉の先で物を作るビルダーの証とも言うべき大木槌の作り方を調べてきてほしいのだ。ヨルキドロクによれば、大木槌なら硬い木や岩をも砕き素材にできるという。木や岩の他にも新しい場所には新しい素材がたくさんあるだろう。新しい素材や新しいものが作れる。そうすればこの町をさらに大きくできるのだ。大木槌の作り方ね。大木槌の作り方、その名の通り魔物の大木槌なら知っているはずだ。大木槌の作り方を探り、実際に作り出して我が輩に見せてくれ。よし、じゃあ次は大木槌を作れと。ちょっと待って、微妙に体力が削れてるから寝ていこうかな。お休み、お昼寝です。お昼寝、お昼寝と言いながらもう朝まで寝ちゃったパターンかな。まあ いや、行きましょう。おお、料理してる、ロッシさん。何もないか、まあいいや。よし、じゃあ行きます、旅立ちましょう。大木槌の作り方を求めてね。あ、そうなんだ、体験版で遊べるのはここまでになります。続きは製品版でお楽しみください。はあ、そうなんだ。ということで皆様、いけるかなって思ったんですが、ここまでのようですね。はい、いやー、楽しかったなー。ちょっとそう、なんかね、コメントでもね、すごく楽しそうですねってね、コメントいただいたりとか。はい、いやー、ほんとなんか体験版だけでここまで楽しめるんだって思いました。はい、
いやちょっと製品版楽しみですね。じゃあね、ちょっと動画の時間短くなるんですけれども、じゃあ体験版の実況についてはここで終わりにしたいと思います。はい、製品版もね、多分発売日にゲットすると思いますので、そしたらね、またね、動画を上げていきたいと思います。はい、ぜひね、これからも見ていただけるととても嬉しいですね。はい、ではね、とりあえず皆様ご視聴いただきありがとうございました。それではね、製品版の動画も楽しみにしていてください。